いよとどっちが好きなの？うーん、むずいこと言うね。むずいこと言うよ。はい、バイバイキーン。おやすみ。ちょっと今度はごめんね。どうでしょう。ダメですかね。ダメですね。はい。なんだっけ、ハルジオンはだよね。もうね、アルジオンはここでまたなったら困るよ。さっきみたいなドゥリドゥリってよりもドゥリルリルリルリってなって、このグライドっていうのをすごい上げると、上げすぎかこれ、こうなのね。これが使えるのが多分ね、シンセベースの私一個めちゃめちゃ強いところだと思ってるんだけど、これ今大げさにやったけど、ちょっと外すとこうできるのね。で、エレキで弾いた時に出る音ってどうしたってこうなんだよ。トンテン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 ってなるんだけど、それをウィンウィンウィンってできることで、なんかね、うねうね感がね出るんですよ。そう、怪物の A メロもそういう感じ。怪物とかは結構なんだ、エレキでさ、なんかたまにさ、弾いてみたとかってやってる人すごい多くて、あ、そっか、そうも考えるんだ。みたいな。こういう音を出したいときに、エレキで弾けないから弾くわけではな、こっちは弾くわけじゃなくて、例えば、なんだろう。なんかさ、ピアノのリフがすごい印象的な曲とかあって、それをギターでも弾けるのになんでピアノで弾くんだろうってはなんないじゃん。なんか、ピアノの音の方がいいから、ピアノで弾く、みたいな。みたいな感じで、エレキで弾くか、シンセで弾くか、を使い分けてます。さっきも、怪物はこの音ですって言ったんだけど、原曲を聴いて原曲っぽい音を作るんだけどね。その、綾瀬さんの作る曲あるあるで、なんだ？シンセベースとエレキベースをどっちも鳴らすの、あの人。もう大クレームなんだけど。どっちの音も鳴ってて、だから、そう、前ね、多分ね、本人も言ってたんだけど、怪物とか、サビは、エレキもシンセもどっちも鳴ってんの。なんだけど、どっちの音も出すっていうのはこれ無理なのね。で、あとパソコンにつなげればできるんだけど、エレキの音っていうのはこれ自体に入ってないから作れないから、だからライブ用で、サビになったらちょっと、そうで、そうだ。ここでなんだ。エフェクターはかけるんですかっていう質問もあったんだけど、私は、足元のヒリクスっていうエフェクターで、シンセにもエフェクトをかけてます。かけなくても使える、全然。エレキベースほどエフェクター必須じゃないから、まあ、エレキも必須じゃないんだけど、必須じゃないから全然使えるんですけど、私はヒリクスでかけてて、だからそのサビの本来、エレキも重なってくるところだけ、ちょっと音圧を増してあげたりして、それで、なんだろう、エレキの音は鳴ってないけど、それに近い音圧感が出せるように調節してやったりしてます。で、そう、同期と合わせるっていう手もあるんだけど、同期とさ、全く同じリフを弾かなきゃいけないから、まあ、それもありっちゃありなんだけど、やっぱり生演奏してるから、一回一回ちょっとずつ弾いてることが違ったりするのね。それを完璧に合わせるよりは、こっちで音の感じを作れればいいかな、みたいな。そう、ヒリクスね。だからそれが便利なんですよ。で、私これも、ベース今2本使い分けてるんだけど、ベース2本とシンセベースをどっちも
全部、どっちもっていうか全部、ヒリクス繋いでんのね。あの、足元のやつ。そう、どんな音出るのっていうのは多分、さっきので OK でしょ？そう、ピアノと違うところって何ですかっていう人もいたんだけど、ピアノと違うところは、音色。そう、これね、シンセベースって言ってるんだけど、この、なんだろう、この鍵盤自体は、なんだろう、このシンセサイザーって言うんだけど、このシンセサイザー自体は別にベース専用のものではなくて、リードシンセみたいに使う中で、だからいろんな音が本当は出るんだけど、そうそうそう、こういう音が出たりするんだけど、それの中で、音域を低くして、低い音域でベースの、シンセベースの音が出る音を使ってるから、シンセベースって言ってんのね。そう、シンセサイザー自体は、いろんなものに使う。普通に高い音でも使うものなんだけど、で、ピアノと違うところは、音が変えられるところだね。キーボードに近いのかな。シンセサイザーです。あとね、シンベ弾けるってことはピアノも弾けるんですかっていうのもあったんだけど、私は実は、別にめちゃめちゃ上手いわけじゃないんだけど、ベースよりも先にピアノをずっとやってました。ピアノを習ってたのは多分ね、10年ぐらい習ってたかな。そう、だからね、ピアノ、今のところまだね、ベース歴よりね、ピアノ歴の方がね、ピアノをちゃんとやってた歴の方がね、長いんだよね。そう、だからピアノも一応弾けます。なんかのタイミングでちょっと弾いてみようかなと思ったんだけど。あと、シンセベースいっぱいあるけど、選び方はっていう。私は、シンセベースを買おうって思って、シンセベースに使える、あ、そうだね。シンセベースっていうもの自体は別に売ってないんだけど、シンセベースに使うシンセサイザーの中で、なんかシンセベースといえば、みたいな、この、モーグ。MOG の、モーグの、結構有名で、まあ、シンセベースといえばの、多分いくつかあるんだと思うんだけど、結構代表的な王道な感じで、その中でどれにしようかなーって思った時に、今ね、現行で作ってるやつがこれと、あとこれのね、今これ37件なんだけど、37個鍵盤の 1,2,3,4,5,6 ってやってたら、なんだけど、25件のバージョンもあって、25件バージョンと37件バージョンがあって、で、37でもさ、すごいさ、なんかさ、ちっちゃい気するじゃん。なんか音域狭って感じするじゃん。まあ、実際は、オクターブスイッチっていうのがあって、これを、こうする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 っていうスイッチがあるから、まあ、いくらでも、同時に出さない限り、出るは出るんだけど、だからそう、ピアノをやってたから、37でも少ないなって思っちゃって、で、25ってなるとここまででしょ？でも、大体の、シンセベースで使ってる人で、結構25件使ってる人も多くて、シンセベースはね、結構ね、25件でもいける説はあるんだけど、そう。なんだけど、私は、一応ね、2オクターブで何もできないじゃんと思っちゃって、まあ、実際そんなことないんだけど、それで3オクターブの37件選びました。それが、この中でこれを選んだ理由です。音域見た感じ狭そうですけど、どこまで出せるんですかっていう人も、さっきのやつだね。だからここまで同時に出せるのは、1,2,3 オクターブ。で、このキーオクターブっていう、KB オクターブっていうのがあるんだけど、このスイッチを押せば、一応、まあ、限界はあるだろうけど、割とどこまででも出ます。あとね、ピアノ未経験でも弾けますかっていうコメントもあったんだけど、質問かな？ピアノ未経験でもね、全然弾けると思う。どうだろう。ピアノが弾けたに越したことはないと思うけど、ピアノ、そうだね。だピアノ始めると同じ感じでシンセベース始めるってなるんじゃないかな。でも多分、ピアノ始めるときに、同時にいろいろ抑えることに難しさを感じるタイプの人は、シンセベースはすごい楽しいと思う。買ったばっかのエレキベースの4弦ってビビるのが当たり前なの？当たり前じゃないと思うよ。普通に。どうだろう、原稿反ってんじゃない？原稿反るって何？すごいなんかよくわかんないことでしょ。ネック反ってんじゃない？ネック反ってるとビビるよ。ベースとシンセベースどっちのがむずいん？難しい問題だね。
やー、わかんないな。でも、シンセベースの私の難し、私の難しいところは、だからピアノやってた人からしたら、1音だけ弾いてればいいんだから簡単じゃんって思うかもしれないんだけど、結構、ちょっとこれ音出すと止まるかもしれないから聞かないけど、あのね、エレキベースって、なんだろう、細かいニュアンスをつけやすいのね。まあ、こっちもつけられるんだけど、言い方悪いけど若干ごまかしも効く部分があるというか、ごまかしをうまく効かせられる時があるんだけど、シンセベースってすごい音がズー、ズドーンって出る上に、あの、音化って言うんだけど、音の長さがすごいわかりやすいのね。ドゥーってやって、だ例えばさっきの、なんだっけ、怪物とかで、ドゥドゥリル、ドゥリルってやってても、ってやるのは、やるな、やったらいいんだけど、適当にやっちゃうと、とかなんかね、バラバラになっちゃったり、なんかね、いい感じに聞こえないんだよ。だから、いい感じに聞かせるのが難しいなっていう。そうだね、シンセベースは肩凝らなくてはいいね。肩凝らないのはいいところ。だけど、その、アラが出やすいのがシンセベースだと思ってて、あとミスタッチが目立ちやすい。でも、エレキベースはエレキベースで、エレキベースの難しいところはどっち、なんだろうな、比較して。ピアノに慣れてるっていうのもあるかもしれないけど、細かいフレーズはやっぱりこっちの方が全然弾くのは楽。あと、早いのとか、疲れるようなこと。疲れるようなこと。は、全然こっちの方が楽だし、こっちは逆に大変だし、そうだね、どっちもむずいよ。まあ、そうだね、演奏しにくくはなりません、私の場合は。あの、慣れてたのもあるけど。だからね、多分、なんだろう、その現場とかで使い始めたのはここ1、2年の話なんだけど、あの、エレキベースを始めるより前に、私ピアノやってたのとエレクトーンもやってたんですね。で、エレクトーンでアンサンブルって言って、エレクトーンを何台か並べて、複数人でね、一緒に、アンサンブルするっていうのがあるんだけど、それも結構長いことやってたんだけど、その時に、ベースを担当すると、鍵盤でベース弾くわけだから、まあ、実質シンセベースじゃん。で、それやってたのもあったかも。なんか慣れてたの。慣れたっていうか、やりやすいのに。あるかもしれん。だから、演奏しにくくはなりません。使う理由、利点は、利点で使うことはないけど、使う理由は、シンセベースっぽい音感が出したいとき。だからね、エレキベースっぽいことをシンセベースでやろうって思うことはなくて、シンセベースっぽいことをシンセベースでやる。エレキベースっぽいことはエレキベースでやる。っていうので進み分けております。どっちが好きなの？むずいこと言うね。むずいこと言うよ。米とパンどっちが好きみたいなもんだよ。どっちも好きだよ。ピアノの低い音階のとこと何が違うのっていうのは、音質だね。音の質が違う。以上。だね。鍵盤の技術は必要。ある程度必要。一曲の中でエフェクトの切り替えとかやってる？またそれは手動でやってるんですか？プリセットができる？っていう質問もあったんだけど、これは、私は、こっちで音切り替えるのと、ヘリクスで、エフェクト踏むとか、全部ね、組み合わせて、やってます。一曲の中でも結構、変えてる。多分って曲とかは、サビだとさっきの、グイグイってなったじゃん。サビだけちょっとそれを足した音にしてたりして、それはこっちで書いてる。こっちで出してるから。語源ベースを買うかシンセベースを買うか迷ってます。どっちの方がいいですか？難しいこと言うね。どっちだ？難しいこと言うね。やってみたい方じゃない？どうだろう。でも語源ベースを買うかって言ってるから、もしかしたら4弦ベース持ってるかもしれない。4弦ベース持ってるなら、シンセベースやってみるのもありかも。でも、シンセベースって言うて、やるだけだったらね、結構、そんなに、これは結構、割とガチめのやつだけど、ガチじゃないやつでも十分できるし、それこそ、DTM 使う人だったら、ミディキーボードで、中の音源でね、いくらでもシンセベースの音って出せるから、それでシンセベース楽しかったら、シンセベース用の、こういう特化したやつを買ってみるのがいいんじゃないかなと思いますけどね。そう、一個さ、おすすめしたいのあってさ、多分ね、2000円くらいで今は買えるんだけど、アプリでね、
アプリで怖い、こういうモデル D っていうムーグのこれが出してるモデル D っていうアプリなんだけど、でこれの一個一個つまみもいじれて、これねシンセベースごっこができるアプリがあるから、だからねそういうのでね試してみてもいいかもね、楽しいかもよ。でハマったらやる、ハマんない人は多分ね面白くない人も面白くないから、後でなんかストーリーかなんかに載せとくね、これ面白いよってやつ。マジなんかねこれね、あのね無料で今配布してますみたいな期間があって、その時になんとなく入れといたんだけど、あとそう YouTube ライブの前に後でこれ紹介しようって思って見たら1800円くらいになってた。おすすめの寿司せんべいはこちらです、ムーグサブシーケント、サブシーケント37、おすすめの寿司せんべいです、お願いします。口頭でやるけど、てん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 みたいなことやってて、それこそなんかねシビアだから短すぎても音がカスカスになっちゃうし、長いとトゥートゥートゥーってなってちょっとノリが出ないみたいなところが難しくあるけど、なんせ短いから出てくるところがちょっとね、だし割と目立つフレーズでもあるから練習してみるのは楽しいと思う。だからね合わせてコピーしてみてほしい。あのね前ねエゴサしててね、あのねどっちもねコピーしてくれてる人いてね、うわーと思ったすごいよね、あのねちゃんとね持ち帰ってたことをやってます。今やったからみんなコピーしてね楽しいよ。そうそうキーボードね、そうあのねたまにねあのねキーボードのお姉さんって呼んでもらうことがあるんだけどねキーボードのお姉さんではないのよと思って。結局エレベと新芽だと音作りどっちが幅広いですか？ね本当にキャラを180度今さ一瞬360度って言いそうになってさ、どこのネタだよと思った。なんだっけ、180度変えられるのはシンセ、音域まで変えられるし、だから音域変えられるのも強いよね。でそうだね、音作りの幅ってところで言えばシンセです。この前の YouTube に上がっとったトランスファーめっちゃアタック感あったよな、笑うないやアタックしてる、かっこ物理。タブ踏みてシンセベース絶対弾けない。私ねタブ踏みてエレキベースも弾けないんですよ。あのまあ時間かければそれ弾けるんだけど、ただタブ踏みてすぐ弾ける人っているじゃん、すごいと思う。なんかねそう鍵盤から入ったのがあって、逆にタマフあのドとかレとかそういうので書いてあれば弾けるんだけど、タブ譜が本当に読めなくて、だからタブ譜でシンセベースはねすんごい時間かかると思う。指短くてベース弾けないです。喧嘩売ってんのかこら、喧嘩売ってんのかこら。これね、めっちゃ短いんだぜ。こちら iPhone 11でございます。 iPhone 11と、あ、ほぼ一緒？まあ、ほぼ一緒は持ったわ。ほぼ一緒よりわしの方がでかいけど、これぐらい。わかりやすー！ OK？ これより短いか？本当に短いか？バンド組むときにベースがいなくてキーボード経験者だったらシンセベースできますかね？あーなるほどね。シンセベースでベースの代用が効くかって話ね。どうだろうね。シンセベースやる曲によると思う。シンセベースが出てくるような曲とか、シンセベースでいけそうな曲ならいいけど、なんだろう、例えば、なんだろう、ハイスタのコピーやりますとか、スキャンダルとかもきついと思う。でも最近の曲はいけるのも。あと、急に思い出した。クイーンズ・ア・トランプスのキル・ザ・バージンって曲があって、それとか、シンセで弾いたら絶対楽しい。
ーカーかわいい、ありがとう。アディダス。どこのやつ？アディダス。シンセでゴーストノートはね、弾けないことはないけど、あ、弾けないかな？音の強さ、ベロシティって言うんだけど、ベロシティがオンの場合は、多分若干いけるけど、ないね。ゴーストノートって基本ないかも。トランスファーの時どうやってやって？そうだね。このルテルとかはゴーストに入るかも、私の中では。タン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 タラタン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 タラなんだけど、で、そう、あともう一個シンセベースだからできる弾き方っていうのがあって、これも、例えば、ファー、ファーファーって弾き、オクターブ飛んだね、ファー、ファーファーって弾きたいときに、ファー、ファーファー、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 って弾いてもいいんだけど、シンセベースって、一回に同じ音が鳴らないのね。例えば、ドミって今押してるけど、ミしか鳴ってない。先に押した方なんだけど、二つの音が同時に鳴らないのがあって、だから止まってない、よかった。二つの音は同時にならないから、ドドドドドドってやるときもやってもいいけど、今ってさ、ちょっと途切れたの分かります？あの音がをこっちを押しっぱにしてってやってもドドドドって出るし、しかもこれだと切り替わってるだけだから音途切れないんだよ。そう、これ使ってね、怪物弾いてるわ、思い出したわ。例えば、って弾いてもいいんだけど、音でかいかな。って弾いてもいいんだけど、私は、こうやってやってる。途切れないように。でも、その場合、もっとシビアになって、こうやって戻るときが、こっちを押したいときじゃなくて、こっちを離したタイミングだから、これでね、コントロールするんだよね。でもそういうのを使えるところが、シンセベースのいいとこだなと思う。だから、さっきのトランスファーのときも、こっち今ずっと押しっぱなしなの。それがゴーストっぽくなれることはあるかもね。わかんないけどね。わかんないけどね。手広げたら鍵盤どのくらい届きますか？ドからミかな。多分。ドからミ。昔から私はドからミ。まあでもこうなるけどね。だからピアノでギリギリだけど、だから手ちっちゃいんだけど横にすごい開くの。てか、そう、ピアノとかエレクトーンをグループレッスンっていうのを受けてたんだけど、小さい時。グループと個人どっちもやってたんだけど、4月生まれだから、年が上の人と、学年上の子たちとやることが多くて、でさ、ちっちゃい時のさ、1年ってでかいじゃん。手の大きさ、成長的に。だから、全然追いつかなくて、手の大きさが。自分だけ弾けないみたいな。届かないので弾けないのがすごい嫌で、ちっちゃい時負けず嫌いだったの、めちゃめちゃ。まあ今もそこそこだけど。だからね、お風呂でひたすらこうやって指伸ばして、この開く練習してたら、手ちっちゃいままだけど、ドからレとかは全然余裕。こうやって弾けるようになった。ドからミが届くようになった。なんかね、これも開くよ、結構。これグロ画像かな？わかる？これ。こうなる。この指と指の間は開く。体は硬いが指は柔らかい。山本、血豆知識。いけそう感じ。シンセベース使ってるのは怪物だけじゃないよ。夜遊びだったら、怪物、ハルジオン、多分、群青、ちょこっと。何時くらいまでやる？どうしようかな。11時半くらいで終わろうかな。
11時半に終わります。多分。手のひら見して。はい。これ指紋認証とか使われるやつ？違うか？これね、今日さ、止まらない方がいいなと思ってさ、遅延許すようにしたらさ、結構遅延あるな。エレキだと何フレット分？エレキだと、まあ、でもどこのフレットで、どこのフレット使うかによるけど、1フレットから使うなら、あんま使いたくないけど、これぐらい。開き方はこれぐらい。1,2,3,4,5,5 がいいところ。でももう釣りそう。釣りそうだし使わないけどね。こうやっていくなら、まあ、ドレミだったら、こういくしね。使わないけど、どれぐらい開きますかっていうので言ったら、ギリ5個。くらい。です。体は柔らかくないよ、全然。ベースのレッスンはね、今んとこしないね。私はまだ全然教えられることは何もないので、しません。自分がね、まだね、学ばなきゃいけないことだらけだから。教えられないよ。親指ね、長くないよ。めっちゃ短いよ。短いんだけど、反ってんの。よくさ、スラップする人で反ってるじゃん。私多分ね、昔からなんだけど。もうね、ほんとね、手がね、絶望的に可愛くないの、この。もうなんかさ、指太いしさ、手のひら厚いしさ。そう、手のひらもムキムキなんだよ、これ。でも、こうやって握る分、こっちよりも、右よりも左の方が、ここがムキムキ。わかんないよな。これさ、わかる？ここがね、ムキムキ。あと、KY 線がある。KY 線はし。このね、なんか3個あるじゃん、大体。でかい線が。のうちの下の2個が、付け根が離れてんのは KY 線なんだって。でさ、普通の人って離れててもちょこっとなんだけど、わしね、ギャンギャンに開いてんの。超 KY らしい。見てる、叩いてるみたいな音出るっていうやつは、ゴーストの代わりになんないのかなっていうの。多分、言ってることは、この説明する上で、このさ、アタックじゃねえ、サスティンだわ。サスティンを下げたときに、これでしょ？これが、そう、これは多分使いようによっちゃゴーストにはなるんだけど。ゴーストってさ、弾いてる間に、ずっとドゥンドゥク、ドゥンドゥク、ドゥンドゥク、ドゥンドゥクとかで入れるとこでしょ。で、これしたら、これをドゥンドゥク、ドゥンドゥク、ドゥンドゥクってやんなきゃいけなくなるから、多分ね、現実的じゃないかも。手先は器用？ね、物によるね。でも、キャラじゃないけど、刺繍はね、ちっちゃい時ね、刺繍っていうかね、クロスステッチって言うんだけど、バッテンバッテンでやるやつとか、それね、おばあちゃんがすごいやってて、教えてもらって、一緒にやってたりしてたんだけど、そういう細かい作業は嫌いじゃない、全然。割と好き。だし、例えばネギ細かく切るとかも好きだけど、なんかね、細かくてうわーってなる作業はね、不器用だと思う。性格的には不器用。ベースのモチベはどうやって保ってますか？もう、求めてもらったことに答えなきゃな。かっこ使命感で保ってます。折り紙、あ、折り紙好き、折り紙好き。折り紙ね、激ハマりしてたことあった。高校生くらいの時。もう授業が絶望的に嫌で、なんか折り紙してた時期あった。パズドラしてるか折り紙。ベースの質問です。ヒカルさんはベースを始めたての頃、基礎練習ばっかりしてた人ですか？それともカバー曲ばっかりしてた人ですか？カバーばっかりしてました。完全に。ベース始めたての頃は、それこそ、スキャンダルを死ぬほどこぼいした。スキャンダル多分その当時のやつは全部弾けた。ベースとピアノの共通点って何だと思いますか？なんだと思いますね。なんだと思いますかね。共通点はね、楽しいところじゃない？どっちも楽しい。ドラムで聴くのは、ベードラ、スネア、ハット、どれでしょうか？どれも聴くけど、私は、ベードラ、
てかバスドラとスネアいっぱい聴きます。まあハットも聴くな、全部聴くわ。でも逆にその3点をたくさん聴くかも。デコ入れよ、デコ入れない、デコ入れない、もうデコしか言わないじゃん。だってさ、私がさ、あのさ、この間さ、なんだっけな、なんか演奏トランスファーかな、なんかあげた時に、あのかっこいい、やっぱりデコ広いみたいなみんなさ、そのさ、普段のさ、なんかさ、あのこういうことがありましたとかいうさツイートに対してさ、あのさ、やっぱデコ広いとか言うようになってから、ちょっとデコから離れろ。4弦の名前言った言ってから止まった。これこっちはシアトルだよ。シアトルから見てくれてんの、ありがとう。センスあるコメント多いよね。ウッドベースの回ね、ウッドベースはね、ちょっとまだ自分がね全然極められてないので、ちょっともうちょっと極めたらウッドベースの回やるかも。でもウッドベースあんま語れることないんだよね。ほんとシンプルな楽器じゃん。あんまり音変えることもないし、語れることないけど、ちょっと考えます。ビヨビヨです。こっち側が音程が変わるビヨビヨで、こっち側がこれ音質が変わるビヨビヨ。今のこういうね、なんかもうみたいな音が出たり、こういう音が出たり、まずね、音のね、音色の変え幅がすごいあるのと、基本的には私はエレキベースとシンセベースは全く別の楽器だと思っていて、なんかなんだろう、4弦と5弦を使い分けるみたいに使い分けるってよりは、もう、なんだろう、この曲にギターが必要かピアノが必要かみたいな、まあ、ギターとピアノだとなんかちょっと形似てるからややこしいけど、なんだろう、まあそう、違う楽器かなみたいな感じで思ってるんですけど、波が。ちょっとね、見えるかな。あ、この歯が見やすいね。ほら、見える？いっぱいね、つまみついてんの。私もね、まだね、あんま使いこなせてはないんだけど、これで音色をいじって音作るのね。このムーグっていうモーグ？ムーグ？どっちもムーグ？メーカーのやつを使ってるんだけどね。これアナログシンセって言って、完全にデジタルじゃないのね。デジタルじゃないもので、一個一個のつまみを、例えばオクターブっていうとこだったら、上をやるか同じ音を、上を足すか同じ音を足すか、1オクターブ下を足すか2オクターブ下を足すかみたいな、今同じ鍵盤をしてんだけど、例えばじゃあ1個下の足したとして、足し方もどういう音質で足すかとか、伸ばし方をこうやって今全開にしてんだけど、全開にするとずっと伸びるし、一番ゼロにすれば、あれゼロじゃないか、あ、そう、ほんとアタック音しか出てないんだけど、これだんだん上げててる、ほら伸びる、すごいでしょ。そう、こうやっていろんなので、組み合わせで音色を作っていくのがこの私の使ってる楽器なんだけど、そうで、そう、使い分けはまず原曲があるものでしょ。原曲の、原曲をシンセで弾いてるか
エレキで弾いてるかっていうのが一番でかいんだけど、なんだろう、最近一番私がこれを使って使い分けてるのは、多分ね、みんなが見てくれる人がこれを見たのもそうだと思うんだけど、YOASOBIの現場で使い分けることがすごい多いんだけど、例えば YOASOBI だったら、この間2月にやったライブでは、ハルジオンと、あと、群青の、みたいな、2A のところ。ちょっと、うまく吹かかないけど、まあ、終わる人は終わっていいです。また今度また今度はデスクトップ音声もうまく流せるようにしておきます。ごめんね。なんかその時までになんかあれば随時送ってくれれば、シンセの質問とか相談とかあれば送っておいてくれれば、見るんで、見ておいてスクショしといて本の時に答えるから、まああったら送ってくださいで、申請今日ちゃんと弾けなかった分、近いうちになんか動画撮ってあげます、多分ちょっと多分だなこれ、やるとは言ってないぐまあ多分やります。はーい、スクショタイム、スクショタイムなんだっけ、前さんどうやってやってたっけ、どうしようかな。スクショタイムはね、でこう、どうでしょう、ダメですかね。ダメですね。はいはい、バイバイキーン。おやすみー。